自分ができないこととかを短い時間でたくさんやりたい。こんにちは、 KDDI の西原です。未来につながる取り組みとして未来人材の育成に貢献したいと思っています。 KDDI は2030年を見据えて誰もが思いを実現できる社会を作ることを目指し、未来への様々な取り組みを行っています。京都サンガ、京都府との共創企画では、子どもたちを支援するためのクラウドファンディングや、京都サンガの選手と試合ができるスペシャルマッチを計画中。 CM ではサッカー選手を目指す遠方に住む少女と京都サンガの選手を通信でつなぎ、距離を超えてサッカー指導を行う様子を描いています。 KDDI の空間自在ワークプレイスサービスという仕組みによって、複数の場所を高精細の映像でつないで双方向でやり取りできるようになります。距離や環境を気にせずにサッカーを楽しみながら学べるような、そんな取り組みとしていく予定です。京都サンガは地域とともに歩むクラブを目指して様々な活動をしています。子どもたちに夢や希望を感じてもらえるような活動を続けることが地域社会の活性化につながっていくと信じています。今回の取り組みは京都府 KDDI さん、そして私たちの思いが一致したからこそ実現できた企画だと思います。みんな教えてほしいと思っている人たちに教えれるっていうのはすごいいいことだと思うんで、それをどんどん活用していい選手がいっぱい出てきてくれたらなと思います。すごい僕自身も楽しかったです。子どもたちの夢や好奇心をつなぎ、その実現を応援することで、ワクワクする未来を一緒に作りたいと思っています。 KDDI はパートナーの皆様と一緒に未来を担う人材の育成に取り組んでいきます。